コバチャンネルベイタベイタってさ、何年ぶり？コバチャンネルベイタ、何年ぶりだろう。何年ぶり？何年ではない。いやでもこういうなんかみんなで撮るのは1年ぶりぐらいかもしれない。なんかみんなね、あの俺のほら、俺らの生活保護シリーズって言ったんじゃん。生活保護シリーズ、あの本当に生活保護じゃないのに、なんかちょっとポサを演じるみたいな。え、マイチンの家ってどっち？まっすぐ。あ、いける？まっすぐ行ける。で、そのベーターってやった時に、そのなんだろう、生活保護のやつで大炎上したからね。あ、みんなが、そんな炎上したっけ、あの時。なんでこんな元気な体のやつが生活保護なんか受け取ってるんですかとか、作んの。いや、ごめん、あのできれば俺も受け取りたい、本当は。けど受け取れないんすよ。はぁ、あ、そうやってたな。やってたね。いや、全然いつでもできますよね。うん、いつでもできるよ。はぁ、あ、あれだよな、だって、まあ、言っていいのかわかんないけど、あの、りょうたいるじゃん。うん、そう、あいつのバーで生活保護ですよ。普通に友達のバーで全然言うからね。カツオさん、今ちょっとダウンしてるの。今なんか彼さっきまですっごい元気だったんですけど、一気に今ちょっと体調が、体調崩した。ああ、ベータ懐かしいな。ベータ懐かしいね。でもベータに関しては結構ね、投稿はねもうずっとしてないね。うん、してない。そうそう、コバちゃん本人からベータっていうのが、そうそう、コバチャンネルベータつ、あれね、多分ねもう4年前ぐらいからやってる。そもそもコバチャンネルベータができたのは何年前だろう、5年前とか。え、だって俺が、いや俺が中3の冬あたりにサブアカを作ろうみたいになって、多分6年前だよ、俺の弟とか。あ、そっか、そう、6年前だよ。そうなんすよ。めっちゃ飛ばめっちゃめっちゃ飛ばすやん。やば、コバチャンネルベータ1年半ぶり。コバチャンネルベータ結構あの炎上っていうかすごいよね。炎上とかもう、でもそもそもあれだよね、アホすぎて。そう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 、あんま炎上しないよね。 あそっか、ここ行きゃあれだ、もうすぐ行ったり行って、ちょっと戻るけど。なんかだからさ、あ、そっか、あれだ、なんかさ、ドンキョーデとかさ、あれ、カツオ、例えばさ、市販の薬局とかどう？市販で効くのかな？市販のね、パブロンとか本当に効くよ。あ、パブロン効くって効く。パブロンはすごい効く。ちょっとちゃんと着てるからね、ほら。ちょっと着てるから。ベータって編集してんの？編集してない。してないんだ。だ、なんかその、言っちゃ、なんていうの、本当は言っちゃいけないやつも全部と、うお、すげえ、なにこれ、なにこれ、すげえ、臭、なんか臭くない、臭い、あの、あれじゃん、臭い、今これにちょっと合うじゃない。あ、これダメだよ、やばい。あの、覚えてる、あの、俺らがさ、あの、森永の方の方行った時にさ、待って、なんか、うんこ臭くない。なって、誰、大丈夫みたいなって、あったの。いや、懐かしいですね、コバチャンネルベイタ。超懐かしい。あった、そうそうそう、あったね。うん、であれ結局さ、本話に出したんだよね。本話出した。そうでしょ、なんか1万再生。あ、そう、本話ですごかったのが、今まで俺のその YouTube 総再生数ランキングが、1位がほら、あの木島さんにあった、2位があの生の喜びおじさんにあった、3位にあの毎日のアルコール中毒だったじゃん。なんと2位と3位が入れ替わりました。嘘、今毎日、今2位。やば、もしかするとこのままいけば1位になるかもしんない。マジマジマジやば、アルコール中毒で運ばれた。あれ1位になったらさすがにあれだよね、俺もさ、うん、いや本当にその自慢じゃないっていうかさ、でも本当なんだよって言えちゃうもん、ね、言える。うん、ていうか俺いまだに、ていうかもう言ってんだよそれ。俺さ、実はテキーラ10杯にって、でもこれみんな嘘だと思うでしょ、うん、これ見てって、俺も記憶にないんだけど、そうだったらしいよみたいな。ちゃんと上がってるし、俺死んでるし。俺はここのセブンでマジで戦った。ここ、うん、あの、うんこの時、あれだよ、俺ん家来るといつもここのうんこいるよね。カツオさん死んじゃダメ、
今日はね、本当あいつら来れば、今日みたいな時に来れば、ね、誰え、あいつら、古田さん。ああ、古田さんもベータだっけ、うん、あのケンシロウのやつ。あ、そうだよあ、やべえよ、ちょっと懐かしいな、ベータ。まだ19、20とか。そう、しかもコバチャンネルベータって、そのなんて言うんだろう、俺のその一応思い出とか自分鑑賞用にある動画あったんじゃない、あの誕生会とかさ、うん、あとあの N 伝説とかねあれ昨日、いつだっけ、一昨日ぐらいかな、その N 伝説の動画見て大爆笑したもん一人でまあ T だったら、まあなんかちょっと、T、うん、まああんまほらイニシャルで言わないと、まあ TD ね、 TD ね、 TD、 うん、 TD はなんかあんま喧嘩のそういうなんていうの戦法が分かんないけど、とりあえずなんか足折っちゃえば勝てるとかやば、やばっていうか、もうあいつしかいねえわ。ちょっと足折って、え、あ、なんだっけ、あいつに対してはどうやるのって言ったら、え、普通にチンコ一発いや、チンコみんな一発だから一番臭いの誰で、ね、主だべそう、主が一番臭いよし、そうそう、じゃあちょっとね、家近いんで切るか。カツオ、なんか薬飲む？寝れないっていうのがやばいよね。どういう寝れないの？さ、苦しいとか？まっすぐ垂直になって寝ないと。うん。なんだろうね。怖いね。そんな初めて聞いたけどね。俺も。結構初めて、割とリアルで初めてかもしれない。おやおやがみんな寝る。うん。